ボルガ川で獲れた体長 417cm、体重 1000kg の王蝶ザメを長ザメは、長ザメメ長ザメ科の素化性の魚である。主にカスピカンや国海で見られ、アドリア海でも見られることがある。キャビアとして有名な魚卵を採取するために捕獲される。体長は 6m 近くに達するが、118年まで生きるものもあるなど長寿であり、ゆっくり成長する。 乱獲や密漁によって個体数が減ったため多くの政府がその取引を禁止している。最も禁煙な種はダウリアチョウザメである。英語名はベルーガであるが、哺乳類の白イルカとは関係なく、同じくロシア語で白いを意味するに由来する、またはという言葉が語源である。王蝶ザメは他の魚を捕食する。他の多くのチョウザメと同様に、 王朝オオザメも産卵のために生まれた川を遡上する。したがって、チョウザメは海魚に分類されることもあるが、ほとんどの研究者は川魚であると考えている。王オ朝オザメは体長8.6メートル、体重2700キログラムにも達したという記録があり、ピラルクやメコンオ,オナマズやハシナガチョウザメを超えて世界最大の淡水魚とされる。この質量だと、 甲骨魚砂で最大とされるマンボウよりも重い。しかし、一般に認められている記録では、1827年にボルガ川の河口で捕獲された体長7.2メートル、体重1476キログラムの個体が最大とされる。ただし、王朝ザメは海水でも生きる能力を持つことから、メコンオ,オナマズが最大の淡水魚であると考える研究者もいる。 王朝オオザメは生涯成長するため、このような大きさになる個体は、すでにかなりの年齢であり、漁獲が盛んな近年では稀である。近年取られる平均的な王オ朝オザメは、体長142から328センチメートル、体重19から264キログラム程度である。メスの王オ朝オザメは、オスよりも20%程度大きい。 ベルーガキャビアは世界的な珍味である。一方でその肉はそれほど好まれない。ベルーガキャビアは昔から希少で高価であったが、近年は王朝ザメが絶滅の危機にあるため、ますます希少で高価になってきている。国際自然保護連合は王朝ザメの自然保護状態を絶滅寸前と分類している。ベルヌ条約の付属書3では、 保護種に指定されており、絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の付属書2で貿易が制限されている。また地中海の個体はベルヌ条約の付属書2で強力に保護され、すべての枯札が禁止されている。合衆国魚類野生生物局は2005年10月6日からカスピ海産のベルーガキャビア及びその他の 王朝ザメ製品の輸入を禁止している。また2006年に絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律が成立するとアメリカ合衆国はすべてのベルーガキャビアの輸入を禁止した。ありがとうございます。